風景とは、一つの山であったり、美しい川の流れであったり、あるいは、その土地を吹き抜けてゆく風の感触かもしれない。それをもし、自然と呼ぶならば、人間が、どれだけ思いを寄せようと、相手は、ただ無表情に、そこに存在するだけである。お茶をしながら、 猫と触れ合える猫カフェってありますよね最近はウサギカフェも増えています下北沢にあるカフェでは25羽のウサギと触れ合いながらお茶を飲めるんですよカフェの利用は30分ワンドリンクつけで900円から膝の上にウサギを乗せたり写真撮影したり楽しみ方は様々です 100円のおやつを買ってうさぎを引きつける作戦もありですなんとカメラ慣れしているうさぎも多くて人懐っこくて寄ってきますこれからうさぎを飼うことを検討しているならうさぎカフェでイメージをつかむというのもいいですね落語は主に江戸時代を舞台に面白おかしい物語を話す。 日本の伝統芸能だ話の中に登場する性別年齢階級や職業が異なる全ての人物をたった一人の落語家が演じています。